振り機能があるっていうのが扇風機を取り入れてるんだ。まあ会社にあんまり今来ちゃいけないって言われてるから、はい、時間もなんか規制があってもう来なくても仕事できちゃうから、やっぱりこれからそういう時代になるから、まあ、そういう風になるって思ってたよね。いや会社ガラガラだからね、うん、たまには来ないとねいくら来なくていいって言ったけど、ね、どうしても書類のサインとか全部ね、ハンコがなくてしまえばいいんだけど、まあ、そういう方向に向かってみたいだけど、はい、この日はあの仕事長はい、じゃあですね、はい、今日はい、やっぱりこれもう10年ぐらいかかると思ったんだよね。こういうふうになんかハンガーアウトで会議で始めて在宅になって、もう会社場所がどこでもいいっていうふうに時代になるって、なんかもう去年からゲーテとかにずっと書いてたけど、3分の1のスピードで10年かかるのは3年ぐらいで、コロナになってから約1年だから、そうゆっくり進んでたのがこの1年間に急速に進んで、やっぱり会食しても半年間、9月、10月って、まあ、11月かやって半年以上やって半年のデータ取ってみても、全くその不便がないっていうか、それは、会社に来なきゃいけない部署っていうのもあるけど、政策とかはまあどっちかというとスタジオ行ってたりして会社にわざわざ雑用とかっていうものがあったりしてきてたんだろうけど、まあ会議とかもどこにいてもできるっていうと、僕もスタジオにいて会議出る方が多いし、スタジオに来てもらう方が多いし、ね、このビル建てた時にもうなんかそういう時代が来るんだろうな、だからなんかいろんな会社が交わるように2階にさコーワーキングスペースとか作ってたけど、会社全体がそのうちコーワーキングスペースに なればいいなっていう考えがあってあったわけです、その時は。だから そこのうちのコーワーキングスペースにあるって人ってなるべくエンタメ系の会社とかちょっとなんか関係があるところとかが多いんだけど、そういう人たちがもっと自由に、まあ、うちの社食とか行けるんだけど、もう全部のお風呂がどこの人が行けばいいみたいになったらいいなと思っていたけど、それも飛び越えて会社に来る必要もなくてパソコン1台でどこでもっていう、まあ、時代に早くもなったな。でも3年前からなんかどっか大手の IT 会社辞めた子と話してたら、一回最初はそのプロジェクトごとに仕事をするって言ってて、一番最初は会うけど2回目以降は全く会わないっていう人がいて、まあでもそっちの方向に向かうんだろうなと思ってって、まあ、突然だよね、急加速で予想せざるをね、会社に来てはいけない、ミスになってはいけないっていう、オンライン授業とかってさ、めちゃめちゃ進んだと思うんだよね、それが当たり前みたいに、今もうなってきてるし、うちの会社でも当たり前だから、本当に一生懸命仕事をする人と、サボっと思いをサボれちゃうってサボってる人との差っていうのはやっぱりこれまで以上に
うちの会社は割と今までも会社に来る来ないに関しては緩かった方だと思うけど、もう本当自分で決めてやっていかなきゃいけない、要するにもう個人の時代になる、まあそうなるだろうと思っていたけど、こんな早く来るっていうのはちょっと意外で、まあそれに合わせてうちもいろんなことを書いていかなきゃいけないんで、今急ピッチで書いてますよね、まあついてこれない人はしょうがないよね。普通に会社やってたってさ、入社できたってついてこれない人っていっぱい出ちゃうし、その会社が成長していく、特にその起業した会社、オーナーが起業した時っていうのはさ、その会社っていうのは全く有名じゃないから、人を募集してもさ、いい人材ってなかなか来ないんだよね。その中から頑張って集めて、で頑張ってやっていくんだけど、会社の成長の角度の方が圧倒的に高くいっちゃうと、自分もそこに合わせられない人っていうのはやっぱりどうしても出てきて、まあ、それもしょうがないよなと思うんだよ。だって本当に言い方悪いけど、うちは輸入して卸売りやってたから、梱包作業とかさ、もう山のようにあったわけだよ、毎日毎日。だから俺も荷物が届くとレコードを段ボールにパッキングして梱包して送るんだけど、そんなの猫の手も借りたいみたいな忙しさだったから、そういう時に入ってきてくれた人もいるんだけど、まあ、やっぱりね、会社がこうなるとその時まで僕も想像してなかったから、その時入ってきた人も想像してないだろうし、まあ、そういう人たちは途中途中で、辞めてったりみんなしちゃったけど、結局今残っている人の多くは昔のその町田時代のエベックスがレコード会社じゃない時代のこととか知らないし、どうやってこうなってきたかも知らないし、そこってやっぱりいくら口で言っても説明できないんだよね。あともう一つあるけど、うちの会社って、まあ、俺も言わないけど、なんか例えば俺がテレビに出るとか、雑誌のなんかインタビューに出るとか、対談があるとか、連載があるとかっていうのを基本あまりみんな見ない。某有名企業の社員の人と話してて、なんでエベックスの人見ないんですか、うちなんか見なかったらもうクビですよって言ってた人いるけど、別に、なんかさ、お前ら見ろっていうのすごく嫌で、そういうのを見て見るっていう、なんだろう、モチベーションっていうか、そういうのを自分が与えられていないような気もするから。だけどいろんな連載に書いてあることを、特にゲーテに書いてあることがあって、社員に言いたいこととかを社員に向かっているよりも、ああいう形の方がいいんで書いてるけど、まあ社員が読んでるか全然わかんないし、読んでないんじゃないかなと思うよ。でも外の人にはね、外の人だからかもしれないけど、ああいうのを読んでいろいろ意見とか、まあ良かったとか悪かったとはあんまりさ、面と向かって言われないけど、言われるよね。あんなの本当言う必要のないことをさ、なんだろう、本当振り絞って書いてるから、毎回大変なんだけど、なんでやってんのかなっていう部分もあるけど、ラジオも10年間かな毎週やってたけど、俺聞いてた人いないと思うんだよね、そう。社員で。社員で。だから、まあ、それが俺のせいなのか、社員教育が足りないのか、まあ、全部トップのせいっちゃトップのせいだし、なぜだろうちょっと分かんないですね。まあ、俺にカリスマ性がないのか、あるのかも、自分にはよく分かんないし。まあ、ね、カリスマ性とかって自分で言うもんじゃないと思うし、なんか自分で見ようよ。っていう人って、なんか俺そういうことを好きじゃない、自分も好きじゃないし、なんかかっこよく感じないからしなかったんだけど、しなかったから見ないでも聞かないでもいいっていうふうになっちゃったのが、まあ聞いたところで大丈夫なんて、ね、大した話してなかったけど、まあちょっと愚痴みたいになっちゃったけど、そういうのはすごい思うよね。残念なことだけど、まあそのここに来るよりもスタジオに行く方が会社のためだなと思って、ひたすらその曲を作ることに専念しているわけで、まあ休みの日は遊ぶし、まあ時間的には社長やってるよりも余裕はできたんで、休みも取りやすくなったけど、責任とかはあまり変わらないと思うし、まあ会社が良くなるためにはどう何をすればいいかっていうことを常に考えてるよね。でもやっぱりもう56なんで、60ぐらいまでかなって思ってるんで、この5年で結果が出なければ、自分ももうここにはいないだろうし、
それに体もね、元気な健康年齢ってやっぱり、なんだろう、まあ、なんか、キャンプ行ったり、釣り行ったり、なんかいろんな趣味に、ね、体を動かすのって、やっぱり、50代から60代にかけては、最後かな、70代の歴史ってもちろんあると思うけど、やっぱり、うん、いろんな病気する可能性だってあるし、うん、あんまり足腰も丈夫でもないから、ね。ついても立ってらんなくなったり、嫌がらしさ、まあ、そういう意味では今のうちに、うん、仕事も遊びも、うん、思う存分やっとこうかなって、まあ、昔から言ってることだけどね、そんな感じで今はやってるっていう授業に対する感じですね。はい、だいぶ変わったからね。だから社長職を辞任して会長になったのに、新しい社長立てた去年の春ぐらいから、はい、ロスでベンターテインメントランケース、もう弱気じゃん、口調が今日の時間とかある？がないないですね、今日は曖昧めな、ちょっと今10分前終わったから、食べるとか先ほども言ったことがほとんどないし、あんだけ煽りまくったよな、ね、俺がしたらきっとみんな話っぷりでさ、次はちょっと深刻な話題なんで、あ、わかりました、了解です。テレビ出たりとかして、はい、次の会議は重要なんで入れないと結構してるし、行きます。でも、生きてるからお金があるんじゃない、もう余裕ある、でも株下がってるから逆資産効果になって資産は月賞でどんご挨拶になりますが、まだご飯は食べですということで、そうですね、結局今の代表早くそれを相当聞こう、群馬に終わったんでご飯は食べましょうね、大丈夫です、群馬県に行きます、よろしくお願いします、もちろんもネビックスの株です、はい、はじめまして、あの大分県の岸田が長松に行きましょうね、ごめんなさい、すいません、はい、ごめんなさい、まず、はい、お疲れ様です。なんか朝と様子がちょっと格好が変わったと思うんですけど、うん、ちょっとこれから出かけるんで、いいですか、はい、会食とかそういうのちょっとこれちょっと今から青森の方へ、青森、マグロが跳ねてるってね、マジですか、はい、それじゃあ僕も同行していいですか、ああもう向こう連絡していいよ、お願いします、ついていきます、はい、じゃあまあじゃあ本日で行きましょう、あでも空港しよう、新しいですね。お出迎えだった。今日は、今日は、
取材です。メイクしてんの？たまにはこんなこともしてます。なんかすんげえ顔になってるの。目を強調してるから。インタビューって対談10年ぐらいやってるんですけど、毎回ほとんど僕喋らない対談というか雑談ですけど、割と今喋りましたけど、知らない人の対談だとほとんど喋らないんですよね。でもこれいろんな人に知り合うから結構楽しいですよね。まあ、知ってる人が多いけど、まあ、10月末出ます。よろしくお願いします。楽しみですね。はい、ここはどうですかね。ここは僕もですね、一度も来たことがないんですけど、僕昔からいろんな家に引っ越したり、するたびに家具を入れ替えたり、いろいろそれですごい荷物がたくさん出るんですけど、それを保管してある場所があると。ですけど一度も来たことがあって、今日初めて来たんで全然何があるか僕も分からないんですけど、その倉庫を多分覗きに行きたいと思います。初めてです。行きたいです。でお祭り行って見たいです。なんか池コストコみたいな感じのところですね。ね。いやなんかここに収納されたってことは全然わかんないですね。で誰がいるんですかね。
長いソファー多いですね。ソファー一点中書いてるから。足が動きがいいだろ、チキチキだとか言ってたから。椅子も多いですね。テーブルもよく書いてたな。魚図鑑ってことですか。魚釣りの視点歩いてみてみて。今からフォークリストですね。次上はじゃあここが釣り関係で、こっちがカメラ関係ってことですかね。カメラ関係はここか。いい感じじゃないか。すごいよ。どうするんですかね。日本の人はいいじゃん。まあ、一回中身一回このチェックします。中身どっかに使ってたみたいなんですけど、まあここは思ったよりも何もない。何もないやん。もっとお宝ある。うん、じゃあ、で見えないから中身は。まあ、こういうところたまにチェックするのも大事ですね。大事だけどもう二度と来ないと思います。明日からの12日は後半もたっぷりあります。どれ？全部。すごい量ですね。財産。あ、難しい。それシスコの。ジュニアバスケスの YMO って言ってましたね。ジュニアバスケス。懐かしい。ジュニアバスケスの YMO。DJ。なんか売れんじゃね？ジュニアバスケス。もし、何て言うか、ジュニアバスケス。メーカーに出しましょう。マジですか。これ私物なんだよ。何しろ全部で来るんですか。はい、結構貴重なものがあるんですね。それこそあのユーロビートですね。ユーロビートですね。ユーロビートだ。ユーロビートナーバスレコードニューヨークもうなくなっちゃってるよ。ハードアウトですかこれ。キングギンにしよう。んこれもジュニアバスケしてるんです。ジュニアバスケどうしようかなこれ。パラパラパラないでパラパラパラないでください。ミュージックフォーザピープル出てきました。出ました。ミュージックフォーザピープル。これはメルカリいけるかな。ミュージックフォーザピープル。持ってこ。いや、実験的に出したらどういう風になるのかなっていう、お金欲しいなって。それを知りたい。すごいノーマシンビールが来ました。一応初のユーロビートのね、レビューしたのがあって、ノーマシンビール。来ました。マックスのカバーしたトラトラトラ。おやっぱりもう一回空港にここに来ることありそうですね。外に行きますね、多分。こういうイタリアのジャケットに出てくる女性は大概あのファッション誌から抜かれてますからね。勝手に使ってますから。マジですか。はい。それ作ってるんでびっくりしたもんね。イタリアのこのディスコマジックというところに行ったらさ、ファッション誌綺麗でジャケット作ってるからそんなことしていいんですかって。今度一回来て暇なのに他の散策して散策します。ありがとうございます。ラットではなく MD。 でもだ、でもみんなタゴでも1、2、これやばい。これラットだ。すごいこれ、やばいこれ。それ専門室の時部屋にありましたもんね。そのあ、この棚、この箱すごいバイバうわぁ人気ないっての浜崎愛にチップスシングル、例えば見つかったよ。この時の人は人気ないですけど、でも何も言わないで聞かせてみます。誰か作ってますね。自分で言うかもしれない。浜崎愛にでも
ケーゼットに981に来るね。何号がいい？本当だ、初号だ。そうそう、これがアピアだったりするんだね。あ、いい。もう世代的にあの頃だった。すげえなと見つけましたね。すげえな、もうこんなの出たんや。一つでもどこか思ったら。これ持って帰って家で研究します。じゃあ、いいもんが見つかったわ。では、レコードちょっとこれに持って帰ろう。あ、俺のウエストボードがある。ほら、エムハートのウエストボードでしょ。エルスクレス、アユのウエストボード。一緒にね。そうそうそう。これ持って帰ろう。課題になった。隠れた。ん？まだだと。これ持って帰ろう。すごいね。これも、ああいうの、ちょうどのハワイで、ロードボードいっぱいでモードボード買ったんですよ。そう、いいね。さっきもう来ないって言うんですけど、ここ今度来てレコード全部、チェックします、ね。そしたらすぐ言うからね、レコードプレイヤーとか、またこっち行って1200、何ビッグメイス ?3 とか4とかの、ああいうのがすごく、それに対応がありますね。バラギャラってなんかやるんだよな。そうするとまたいらないものみんなには買いが集まります。こんなことばっかやってるからいつまでたってもお金がたまらない。あー、でもなんか懐かしかったな。いい物件ありましたね、うん、全部原点はそうだからね。これ毎日やり聞いてたもん、これ本当に朝から頑張ってて、夜中まで行く。はい、ちょっと初めて、いろんな自分のものを置いてあるというところに来てみたんですけど、まあ、なんかソファーとかそういうのばっかかなと思って、一番ちなみに調理器具だけこれですね。12日プレゼントランクをしてお伺いしてるんで、毎日毎日朝から晩まで来てる12日がいっぱいあったんで、もう来ないかなってさっき言ったけど、またレコードはちょっと整理しに行こうかなと思ってます。以上です。それで大儲けしたんだ。で、レーベル作ってさ、まあでも大したもんですね。この方はいろんなムーブね、モデルするとりあえず一緒にやってとかさ、そういうのを目が回ったりするんですか。あ、言えねえだろ。で、まあ、しょうがねえからさ、こなすとないのかなとかしてて、で、まあ、どっか行くぞってクラブとか行って遊んで、で、まあ、いつもマリブの家まで連れてかれた会社これでさ、一つも何も認識するのには何もあらなくて、でも、まあ、そういうのも何年も続けてて、こうやって電話かして、もう、かからのまま、だからタイまで捕まるって事件があって、結局、基礎猶予で来ちゃったから、大騒動で、そういう新聞止めたりするのも、ものすごく大変で、もう、普通やってねえだろうなって思いました。僕、20年間してませんって、平気で話をして言ってたら、まあ、最低です。
10年やったらやつ。クソビシャン怒ってたんだよ。形が間違ってても、うわっ、それやってるから怒るのは俺の真似だよ。全部お前、俺の真似。怖いね。そんな人がなかったんだよ。まあ、あれは俺の完全に俺のそのいいところじゃなくて、それ見ててどうすればどうにかなるもんだって。出てってみたいな、もともとの性格なんですね。すごいね、ヤンキーだね。ヤンキーだよ。そうでしゃべるし。松浦会長をゲストに迎えてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、はい、これスイッチボックです僕あの DJ 生活40周年ですか。40年、18、あ、そうかそうか。で今年8月で59になって、うん、来年はそうなんですよね、先輩なんですよね失礼しました。僕52とか7までは、ああ全然他の DJ と変わんねえじゃんと思いながらも、うん、この58くになってくるとちょっと違ってきますね、うん、いや僕もちょっと最近やっぱり40代と変わんないじゃんと思ってたけど、ちょっと家に早く帰り出しました。ちょっと TRF のこと振り返りたいんですけど、はい、もう TRF 今年で28年なんですけど、うん、最初の時ってあの松浦さん TRF を見てどう思ってました、うん、いやどう思ってるっていうか、もう小室さんがアイデアがあって、はい、DJ とダンサーとボーカルっていうこういうユニットだって聞いた時、僕は全然そんな変に思わなかったんですよ。
なんでかって言ったら、海外のインペンデントに行ってそういうのがいなくなかったから、プロデュースがいなんちゃいっていうのも、海外では当たり前にあって読んでなかったから、これちょうどこの下にちょうどいいプロデュースが行ってきた。で、僕らレコード会社だったけど洋楽しかやらないかってやってなかったから、洋楽のプロモーションしか知らないん で最初のアルバムって全部英語だったじゃないですか。で、売り方もよくわかんないから、とりあえず出してみる、アルバムも先に出してみる、まあ全然売れなくはなかったけど、まあそれなりにしか売れない。そうですね。で、その次に小野さんからタイアップをつけろ、タイアップって何だみたいな何をすればいいんだって。でもたまたま偶然ある試合を通してシーブリーズの CM が来て、じゃあこれに合った曲を小野さんに作りましょうと思って、そこの小野さんもなんかやっぱりその一作アルバムでテクノをやって、うん、これを日本人に風にするにはっていうような答えをなんか持っていたんで、イージードゥダンスができてきて、そこで初めてそのお披露目が始まるという DJ、ボーカル、ダンサーっていうのをユニットが出る。これは世間はなんちゃこりゃっていう。そうですよ。なんじゃこ、今でこそね、普通に珍しくないけど、当時はすごいなんだこれっていう見え方をされてたと思うんですね。まずクラブディスコ用のサンプル版作ってるんですよ。別にパソコンは肝ですよ、ね、あれはもうずっと洋服でそれでやってきたから、まず僕らの AVEX の当時のプロモーションの場所はラジオでもテレビでも雑誌でもない、まあ、ラジオにも相手にされない、テレビにも相手にされない、雑誌にも相手にされない、ディスコしかなかったんです。だから毎日ディスコに行って、今はね数もそんなないけど、当時はもうそこら中にディスコがあったので、毎日僕の仕事は夜サンプル版を持って DJ にかけてきてくださいっていう仕事だったから、そのオフするにはアナログがないとできないじゃないですか。 DRM も全部アナログ作って巻きてた。でもあの時日本人が日本の国内で、うん、ダンスミュージックを作るっていうのは革命的に僕思いました、ね、僕らその名刺持って DJ とかレコード屋さんに行くと、みんな町田ですかって言われますもん。住所間違えたって、そんなレコード会社ないって、はい、でおまけにダンスミュージックしかしませんって、はい、ダンスミュージックしかしないレコード会社はなんで間違いにあるんですかって DJ にも言われたし、まあ、それはまああえてではなかったんだけど、まあそれは話のネタにもあるんですけど、普通に渋谷にあってダンスミュージックでもダンスミュージックだけしかやらないっていうレコード会社はなかったですよね、はい、でもそれも僕から言うと、海外ずっとヨーロッパ回ってるとダンスミュージックしかやってないレコード会社としか使ってないんですよ、レーベルとしか。そうだから、それは当たり前な感覚で、もっと言えばレーベルとかレコード会社を作った時に、僕たち何でもやります、音楽も演歌もクラシックも売れるわけがない、会社がうまくいくわけがないと思ったんで、もう一点集中、ダンスミュージック、ここだけ自信があるから、ここだけをやるっていうのを絞り込みですよ。そこに、みんなに、あちらでレコード会社やダンスミュージックやってるんですって、いろんな DJ も、最初は IT さんが、全然 IT さんが、でも僕らずっと最後までやってたから、もうみんな途中でなんかディスコでのプロモーションの効果がどうなんじゃないとか、ディスコが減ったりすることがいかないので、僕はずーっとそれやってたから、結局でもう一回ディスコブームが来たんですよね、ジュリアナで、はい、その時やっぱり一人だけでしたっていう。なるほど。なんかジュリアナもなんか、いや僕たちだけで作れるグループじゃないし、社会現象じゃないですか、はいはい、小室さんと TRF でテクノが海外で流行ってるとか、ジャングルが流行ってるとかっていって、いろんなものを仕掛けていくと、全部社会現象みたいになっていって、だから音楽を作るっていうところが面白いんですけど、それがなんか社会現象化するっていうところの方の魅力の方が上に行っちゃった時期がすごいありますよね。アミラーが出てきたり、ああいうのブームになったりとかっていうのを目の当たりにしてるから、なんか普通に音楽を作るっていうだけだと、なんかちょっと物足りないなっていうものが、いいか悪いかわかんないですよ、悪いかもしれないんですけど、それとついちゃって、で社長になった時にしばらくも音楽を作るのをやめよう、そうするとね、聴かなくもなっちゃうんですよ、あんまり。これね、あんまり好きでもなくなっちゃうんですよ、良くないなと思ってて、で今回こう1年ずっと考えてて、なんかもういろんなことあるから、もうなんか作る方に戻りたいなと、社長とかなんかやってる柄じゃないし、でちょっとずつ聞き出して、よしここら辺で、ね、そろそろいけるっていうんで、今回制作の方にガラッと準備しちゃったんですよ。でもその90年か2000年ぐらいにもうハワイでやってましたよね、僕も行ったりとか、久保さんとやったし、久保さんと最近会ったりしてます、
小野さん、この間メシャゼでレコーディングやってるんですよ。でそこにフラッと遊びに来て、で僕もやりたいんじゃないでシンセでフレーズをタナナーみんなずっと見られて見られているその視線が何とも言えず嬉しそうで分かりますそれでねフレーズ10個ぐらい置いてったんで1個いただいて独立しましたそしてちょっともう最後ですけども、なんかちょっと今後の展開、今後の展開、うん、どうだろう、そのコロナっていうものがあるとちょっといろんなものの考え方がねちょっと変えていかなきゃなんないんで、それがどうなるかによって全部変わってきちゃうんだけど、一応たとえもうこれからずっとイベントがもしできないということも想定までしていろいろ考えてる、命の大切なんでエンターテインメントがその次に向けるんで、何かそのコロナが解決するなり方向性が決まったときにはやっぱりエンタメっていうものが手に欲しくなる。その時一番最初にベースとなるのはやっぱり曲だと思うんですよ。なんで今はあまり先のこと考えないとしょうがないんで、ひたすら曲を作ってます。例えばそれ絵面が出たときに後ろで必ず音楽が流れる、その音楽、その音楽を作らないと。前話してた松浦さんと小室さんと僕でなんかユニットやりましょうっていうのをちょっと現実としたです。はい、分かりました。もう気持ちはいつもいつかセーフです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。この他の小野さんがね
の高校の日はどうなんだ。いや、高校の日はってない。いや、すごいモテて、すごい、羨ましかったですね。あ、いや、その、あ、高校時代からも知ってたんですか。同じ高校時代から。高校が一緒なんですけど、うん、ダブってたことはなくて、僕のは高校上なんで、だからその僕らの活力を代表で仮にして、うん、その時に入会の仕込み書みたいなのに学校名かけたんですか、うん、学校名が僕と一緒だったんで、後輩じゃんっていうところからなんて、もう全然そのすごいですよ。だその時音楽を目指してるって全く違う、全然知らないですよ。ただ単に何かそれをこういう雨でびしゃびしゃになってバイクで来る仮に行ったんですけど、それよく覚えてますけど、そこからずっと、ずっと切れてないんですよね、付き合いが。だから彼が、随になる前のその番組に出た時も、その前の日になってたりして、以前。だから優勝しちゃって、随になって、でその時にもあって、ちょっと当時携帯電話とかもなかったのに、どこだとお互い連絡取ってたんだっけって、この間も話したんですけど、わかんなかったんですよね。わかんない。どうやってるの？どうやってるか分かんないけど、常にずっと連絡取ってて。でまあずやって、僕らが LX を立ち上げて TRF を出して、最初ライバルだって言われて、うん、で、ずが、うん、解散して、うん、で、ある日、もう一回やりたいって尋ねていくんですけど、うんうん、まあ、そこから EXILE が始まるんですよ。人生面白いね。本当にどうなるかわからないからね。今、携帯がないって、若い子たちは状況がわからないんですね。携帯がない生活って考えられないですね。今はもうそうですね。なんかないと落ち着かないですよね。昔はなかったですけどね。どうやってたんですかね。家に出したりしてたんですよね、ちょっとね。外から、まあ、こうしてるんですね。インテロンカードとか入ってましたからね。インテロンカードも知らないですよ。インテロンカードは、いやー、これ、ご説明申し上げられないから。公衆電話でね、小銭入れの面倒くさいんでカードがあるんですよね。で、それをこう入れて、知ってるわかんないね。そう、初めてそうするわ。ずっと一緒ですね。黒い原因は何ですか。釣りです。釣りの釣りですか。アウトドアやるんでしたっけ。アウトドアばっかりです。昔から。昔はユーザーです。そうですよね。なんで気に入ってるんですか。なんか、同じぐらいだと面白くないんで、ちょっと変わったことあると思ったら、それにっきり、しょうがないから変えてみた。明るくなってみたい。アウトドアやったら変わりました。なんか、変わったっていうか、全然そのインドアだと同じところにいるんで、こんないろんなところがあるんだとか、自然の中にいて、なんか喜びを感じるんですよ。そんなの昔は考えられなくて、家で昼間でも明るいにしてたりでしたから。おお、そうですね。ガクトが素晴らしいですかね。ガクト真っ暗の部屋に住んでるんですよ。走っていた感じだよ。それ中に釣りになって。そうですね。最初カメラでいろんなとこ撮影してたんですけど、昔子供の頃やってて、でずっと忙しくできなくて、で友達とちょっと行ったらハマっちゃった感じですね。釣り面白いか。俺釣りだけやろうって気がないんですよ。無心になれるっていうか、何も考えないって言われるんで、楽ですよ。海はでも、こんなことはないですからね。まあ、溺れかけたこともありますし、波にさらわれたこともありますしね。溺れたことは潮の流れみたいなのがあって、一緒に。はい、そうですね。そうですね。南大東島っていう沖縄からまた飛行機乗ってきてもらうんですけど。すごいところに行きますね。日本中のところに行ってね。南大東島ったね。台風でよく出てきますね。そう、台風の銀座ですよね。実はね。あ、自衛隊もきついんだ。自衛隊もあった記憶はないんですけど、潮流れがあった記憶がある。潮流れがない。潮流れじゃなかったんですよ。だと思って、そこの周りに何かカニみたいな音がいて、同心に戻って、その、取ろうとしてたんですね。カニみたいな。そしたら、その潮流れが実はその、ずっと下を通って、外海と繋がってるんですよ。いきなりでかい波が、ぶらってきて、ぶらって上がって、あっという間に僕はその中に入っちゃった。1メーターぐらいしかないんですよ、幅が。で、一度波があるのが。波がなくても、そうか。それだから、ぶらって出てきて、よく覚えてないですけど、あとは気がついたらその水中で、なんだろう、こうかって。
のアーティストが一堂に会する絢爛豪華な舞台である。常識がエフェクトの非常識、エフェクトの非常識が業界の常識が、まあ本当にそうだったかもしれないぐらいあまりの無知さに笑っちゃいましたから。企業からわずか21年、一大エンターテインメント集団を築き上げた。唯一無二というか他にはいない存在なんで、やっぱり運命的な出会いですし、もともと僕も松田さんとその高校生大学生の頃に知り合ってるんで、なんか運命的なものを感じるというか。貸しレコード店のアルバイトから身を起こし、夢への階段を駆け上がってきた松。むさぼるように聴いたダンスミュージックが奇跡の扉を開く。あやつと僕が座って、同じテープやったかな。座り込んで、レコード会社なんでやったらいいよねって言ってたんですかね。全くだからレコード会社ができるとは思ってもいなかったわけです。90年代、松浦は躍進する。最先端の音楽を引き裂き、ムーブメントを巻き起こしたのである。そのサウンドやダンス、ファッションまでの時代のトレンドとなった。
著作権違反が。4ヶ月間に及んだ密着取材、松浦の知られざる素顔が明らかになる。さらに天井徹との対談。自分の欲望の上に生み出された作品がものすごいまずに成立するってことは僕の一番の快楽だ。絶対に何か大事なこと言うと文句のやついるし、あんなもんダメだとか必ず攻撃になる。でもその攻撃よりも強いパワーを持ってそれをぶち倒して進んでいかないとヒットしないわけですよ。虚像と実像が交錯する世界、松浦はその狭間で走り続ける。虚なのか実なのか分からない、分からなくなるんですよね。この番組は大和証券キャピタルマーケッツ、野村不動産とご覧のスポンサーの提供でお送りします。毎年8月、日本最大級の野外ライブ A ネーションが行われる。この日を待ちわびたファンが巨大な会場に詰めかけた。全国5カ所を回るライブツアー、28万人もの観客を動員する一大フェスである。8時間に及ぶライブ、開演直後松浦が入った。エイベックスグループホールディングス社長松浦正人45歳、斬新な経営スタイルで音楽業界に革新をもたらした若きカリスマである。起業からわずか21年、日本を代表する総合エンターテインメント企業を作り上げた。ライブにはエイベックスに所属するアーティストが矢継ぎ早に登場する。まあ、経営のまあ理念とか理念みたいな哲学みたいなものってありますかっていう、よくさ、そのまあちゃんとした会社の社長がさ、なんとかですとか言うじゃないですか。そういうのない、ないんですよ。でも、いっぱいあるんですよ。それも変わるんですよね。その時々によって。今は思いつかないんですよ。思いつかない。でもあるよ。あ、でもあるんだ。お久しぶりですね、FX の皆さん。アーティストやタレントとも友人のように接する松浦。もうお前ゲントだね。違う。太いですね。太いですね。アニアもそうだね。やっぱね、まあ、バラエティーとしてはやっぱり。これも彼独自のスタイルである。アーティストのパフォーマンスや観客の反応を見るために会場の最前列へ向かう。するとステージに接近しカメラを向け始めた。それが表に出たら、うまく出せたら、これは自
かに話してるから売れる子、売れない子、嫌われる子、嫌われない子って分かる、嫌われない子だから。だけどそれがね、うまく出てないですよ。出たら売れる。使いって今もいるの。どうだろう、いるんでしょう。鈴木亜美って。で復活したのかな、たまにこの当時見かけ10年前これ松浦の一番の趣味は写真撮影、プロ顔負けの機材を揃えライブの模様を収める。コンサートって写真撮れないじゃないですか。でも僕撮っても怒られないんでそれは特権だなと思って夏のイベントとして定着した A ネーション、今回で8回目となる。コンサートは全然みんなどう思ってるか知らないけど全然儲からないんですよ。この入場料かける人数と制作費、出演費作れたら全然スポンサーがついてやっとちょこっと赤字にはならないかなというぐらいですね。儲けようと思ったら本当にそれぞれのアーティストを回しても全然まだ、それでもそんなに儲かんない、儲かんないとか儲かるって考えてやってるわけじゃないんですけど、今はもう A ネーションっていうとこういうもんだってもうみんな知ってるから、まあ一つ夏休み中土日がなくなるんですけどね、でもまあお祭りっぽくていいかなと。いきなりなんかすっごいでしょ。おはようございます。いきなりすっごいでしょ。超ギラギラしてる。今日酔っ払ってるもんすでに。全然大丈夫じゃないですか。もっと派手でもいいじゃないですか。どこ見ていいかわからない格好ですね。いいですよ。どこ見ても。いいですよ、ね。超ギラギラしてる。マスターだ。モームスには見えないようにしますから。モームスを消していますから。もうカットしちゃダメだね。ナース。ナース。やっぱり来てる。行くっていうか別に来たくて来たんじゃねえ。シーン。普段はどういう？ちょっと変わんないよ。普通はやはりこういう一ミュージシャンと所属とかそんなに、まあ一般的にはその挨拶がしても。こう喋ってもらったりだとかは普通のメーカーでは本当にあんまないことなので、普通のメーカーはもっと優しく喋ってるんで、まず馬鹿にして入らないです。まずこういうとこ来たら、頑張ってくださいって言って、ね、普通に言うんだけど、大丈夫かなって。そういう感じがすごいいい感じです。いい感じだろ。最近どうなんですか、恋愛は。いやいやいや、もういいじゃないですか。最近どうなんですか。そういうのはいいと思います。いいと思います。はい。社長はどんな方ですか。酔ってないと、すごいちゃんとお話ちゃんとお話してくれます。
モーション入りまくってるね。判決から3ヶ月、松浦が再起のチャンスを与えたのである。力を入れ直せばいいと思ってる。だって、新人のような気持ちには慣れても、新人のような、環境っていうのは、その周りがね、小室さんに、ああ、だからって、こういうことになろうとは言えないわけだから。その中でも彼は、でも、言われないって言っても、分かってやっていかないと、普通の人にならない、いい業が作れないから。いい業を作ってくれないと困るから。お金じゃないですよ。お金はいいんですけど、困るからね。みんなが期待してるし。ステージに小室が立った。その姿にファンがどよめく。ABEX の看板アーティスト浜崎あゆみ、デビューから11年不動の地位に君臨している。なんかちびっこみたいな感じだ。松浦は手足が短くないのか。一から育て上げた小人みたいな。頭がでっかいんだよ、髪の毛で。一人の人がビッグアーティストへと成長していく姿を見つめ続けてきたので、小人みたいな。これなんかさ、太ってからちょっと痩せた段階のやつかな。これちょっとこちょっと小人じゃない？ちょっと太った時にこれ。今倍速にしてるから動きもちょっとコミカルになっちゃったんでしょ。倍速にはしてないよ。 1.25 倍とかじゃないの？そう、ちょっと早くしてほら、コミカルになってんじゃん。キレがいいよ、キュッキュッてちょっと太っちゃった時かな、これキュッてキュッキュッキュッてちょっと肉付きいいもんね。なんか腹も出てないこれ。ほらなんかウエストないやろ、これ太ってからちょっとほらで、特に手が短くない？足もちょっとこれなんかあんなんじゃなかったよね、でもコミックみたいな。かわいいじゃん。昔からこんなんだったっけ？違うと思うよ。もっと長くなかった？なんかちょっと背は高いような俺イメージがあったけど。かわいいじゃん。小人になっていつの間にか手が短い。今日もこうやって毎年夏のカメラの前の中で子供たちの前に分かんないんだけど、よかって夏また迎えられて。いやだから最初だよ、最初。いやだから大丈夫、しょうがない、しょうがない。今日は
まだマジ俺だってマジだ。マジで無理だから来たんじゃないか。いやいや、マジで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 。まずはですね、この方に、どうぞご挨拶をいただきたいと思いますね。よっ、まっ、すんません。歴史に残るかどうかは別にしても、まあみんなの、心の中というか、名前として残っているというのはすごい素晴らしいことだなと。FX はですね、本当に変わった会社で、企業規模の割に目立っちゃうんで、まあ、出てくる当たりっていうのは叩かれまくってますけど、まあ、叩かれても叩かれても出てくるっていうね、そういう精神でこれからやっていきたいと思いますんで、会社へ出勤する。離婚したっつってじゃん。夜の会食が多い松浦。睡眠時間は平均 3,4 時間だという。あんなに大成功してみたい。朝大体行くのですか。行かなきゃいけないの。そうですね、11時目途なんで、大体こんな、これちょっと11時待っちゃうかなぐらい。僕の知らない人は全然違う風に印象を持ってるみたいですね。だって会う前と会う前に考えた印象ってあるでしょ。ありますね。あんまりこう秘密のベールを隠されてみたいな。何にも隠してないよね、俺。こわもてのイメージがあるのかな。あると思いますよ。それは便利だから、でも、どちらかというとこわもては。そうです。怖いと思われてるからって、便利な時もあるじゃないですか。東京・港区にあるエイベックス本社。社員は総勢1400人に上る。毎週月曜日に行われる朝礼。松浦の発言から1週間が始まる。おはようございます。まあ、今、音楽業界その不況で CD が売れないって言ってますけど、売れないんですけど、売れないからってじゃあそのままにしておくわけにもいかないし、何か違うものが何か必ず出てくるわけで、じゃないと音楽がなくなっちゃうわけですから、その何がそうなるかは分かりませんけど、その何かを誰が見つけるかということは非常に大切で、これ続けてる何か理由ってあるんですか。まあ、少なくとも自由になるけど、何を大事わけだ。でも何だろう、なんか嫌いなんだけど、何かこういうのないと本当になんか誰にもなくなっちゃうのかな。エレベーター待ってますよ。午後は会議が立て続けに入っている。会社のトップとしてありとあらゆる事業に目を光らせる松浦。
1位はユーです、こちらですね、約1年半ぶりとなる9年のアルバムです、音楽部門の責任者が集まる制作部長会、各レベルから CD の売り上げ状況などが報告される。この間、松浦が口を開くことはほとんどなかった。どこまで4回まで入ってくるの？4回まで入ってくるの？することないでしょ、僕ら。話が止まんないかな。知ってるよって話ばっかりでさ、なんか結果だけ話したいんだけどな。どんなにここまでは野村不動産、大和証券キャピタルマーケッツとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。もうあとは制作です。この日は外部で公演を行うことになっていた。若くして巨大な企業を築き上げた松浦の手腕に異業種の経営者たちも関心を寄せているのである。製造業、不動産業など大手企業の社長や取締役クラスが集まってきた。テーマは松浦雅子、我が経営を語る。ただいまご紹介に預かりました松浦です。一度もそのビジョンとして明確にレコード会社になろうというふうになりたいというふうに思ったことは一度もないんですね。単純に目の前にあるやりたいことや、面白いこと楽しいことをやったらみんなが騒ぐんじゃないかなっていうようなことをやりながら、もうちょっと頑張ってみよう、あともう一歩階段を登ってみよう、もう一歩登ってみようっていうふうにやってきたらいつの間にかそんな位置にいたっていうのが自分の印象で。疲れました。この人も同じことしたよね、ゾゾの人。やっぱ経営なんだなと思うね。ああ、本当社長。だって見えないですよ、その。あ、違う。ああ。最初から社長みたいなことしてるから、控え人じゃないのっていう思いはなくはないですけど、ね、創業者の悩みってあるじゃないですか、人がこれから経験するんですけど、さっき話した次誰になってるのっていうのじゃないと、その変にそのカリスマ的なものがつきすぎると、譲れないですよね。うん、困るな。だからこれからカリスマ性をなくしていくことになってしようかな。そこなんだよ、ね。エイベックスグループ本社。次の世代どうバトンタッチする。この奥に社長室がある。数々のヒット曲を世に送り出してきた松浦。楽曲の良し悪しやプロモーション戦略はここで練られている。大体ここにいます。じゃあサンプルどうぞ聞きましょう。これすごいですね、このシステム。これ画面並べてただ楽なんですよね。とにかくいろいろなものを調べていくときにいちいち閉じないで全部並べられるんで、全てその今音源とか画像とかのチェックも全部ネットだったりするんで、社員もめったに入ることのない松浦だけの空間、まるで秘密基地のような部屋で一日の大半を過ごす。メールで来るんですけど、今日はたまたま CD で来てるので、仕事の傍ら趣味も同時進行で行う。最初に始めたのは EXILE のバックステージを撮った写真の整理。ボケてますね。これなんでボケてるかっていうと、走ってるそこじゃ、あ実はみんなライブ終わったと。今ちょっとクールダウン、クールダウンだし、EXILE ってエベックスか、びっくりしちゃって、すげえな。これはお気に入りの洋服を取り集めたもの。そのこだわり方が徹底している。なんか事務所作ってんじゃん。だから、これでしょ、洋服もそうだし、写真もそうだし、全部徹底的なんですよ。ずっと続けてきたブログ、契約してるタイトルは、仕事が遊びで、遊びが仕事。そしたら結構儲かってる。更新は毎日欠かさない。
実はこれがマーケティング調査に役立っているので、ファンの意見や要望が松浦に直接届けられる。別に褒めてもらえて嬉しいとかっていうわけじゃないんですけども、この年なんでどちらかというと厳しい意見の方が、ね、役に立つんで、当時のファンの意見はすごいやっぱり参考になることが多かったりするし、愛もそうだし、いろんな部分で誰かのライブはこうでは坂本こうでもいいんじゃないか、例えばすぐ転送でしょ、その担当に。結構だから、ここでしょ、ここでのことは全部全て本当だとは思いませんけどね、すごい丁寧に、ものすごい条文と送ってくる人もいますから、プライドを、まあ、どういう意味ないというか、俺たちがの目線だと、もうどうしてもこっち側目線になっちゃってるのが、向こう側目線だとそうなんだとかっていうことがあるんで。夜、仕事の後は社員や気の出ない仲間たちと居酒屋で過ごす。だからなんでアイドルの人って気づかないんだね。これが一番のリフレッシュになる。まだ酔ってないよ。まるで全く知らない俺が出てきました。ベイト州。酒が進み、程よい加減になったところで松浦が本音を抱え出した。ライブとかでこう社長がいらっしゃるのとか見てても、いつもこうクールな感じで見る感じがするんですよ、うん、全く楽しくないですよ。いや、楽しめないんですよ。ていうか、なんでみんな楽しいんだろうって感じで、ライブを見るために洋服を買ったり、その日のために準備をしたりしている人の気持ちがもう分からなくなってしまっているっていう、よくないことなんですけど、正直わからないんですよ。僕にとっては、なんか、同じっていうか、なんならどこで力を抜くとか、力を抜くとか、いろんなこと全てが分かっているから。もう経営の目になっているってことだから、結局、なんか、今日ですよ、今日。全てが。今日ですね、全部今日ですよ。嘘です。ほぼ今日じゃない、今日じゃない、みんな今日でしょ、だって本当のこと言ってるの今。そうそう、みんなそうです、ほとんど今日なんですよ。今日の部分が認めているというか、しょうがないと思っているだけで、もうそこの中の実の部分がないきゃ嫌ですよ。そこを知ってるから今日の部分を見ていてもわかるだけで、うん、全部今日だったらもうなんか無理です。何を聞きたいの、これを。いや、多分あのエレックスの松浦さんというのは共通認識としてみんなそういう人がいるっていうのは知ってるんですよ。どんな人か分かんない、どんな人か分かんないから知りたいと思います。どんな人なんだ。高度成長期真っ只中の1964年、神奈川県横浜に生まれる。二人兄弟の長男、少年時代は小柄ながらいつも同級生たちのリーダー格だった。そんな松浦を両親は手塩にかけて育て上げたという。中古車の販売業を営んでいた父、おさむさん、息子に十分な教育環境を整えたいと社員に働いた。僕はね、あの塾っていう塾はもう幼稚園の頃から行かせろ行かせろ、金は出すから行かせろって、そういう人だったんです。私はもう塾周りでよくあちこちいろんな塾も受けたし、小学校も受けたし、みんな落ちたし自分は両親が5歳出していないんですよ。で、今苦労して夜の大学まで食ったんで、これは子供には必ず出したい。そう、やがて周期を迎えた松浦は音楽にのめり込んでいく。80年代のアイドル流星期、歌謡曲に熱中しドーナツ版を買い集めた。そして同級生とバンドを組み、ロックに目覚めていく。ここまでは多くの人が通る道である。だが大学生になった松浦に人生を変える転機が訪れる。友人が貸してくれたテープに入っていたのは、まだあまり知られていないダンスミュージック。すぐにのめり込んだ。全ての今までの僕の音楽というものの概念、考え方がひっくり返した。それでも完全に今まで聴いていた音楽と180度逆の方向を向いて、で、まあ、熱中症やするんで、その手の音楽、他には何があるんだ、どういうのがあるんだ、どういうのがあるんだって、どんどん広げて。ただでダンスミュージックを聴きたいと始めたのは、
貸しレコード店のアルバイト、マイナーな音楽を買い集め店に並べた。まあ、まずそのオーナーを口説いて、とにかくこれから貸すんだよ。で、まあ、実際そうなるんだけどね、誰もそんなこと思ってなかったし、僕もそんな自信があったけど、自分が好きだから買いたいからそのオーナーにそう言ったら、毎月年金、毎から3万円毎週くれるのよ、現金。それを持って渋谷とか新宿とかにレコードを買いに行って、で、どんどん店の人たちと仲良くなることによっていいものを仕入れるようになる。松浦は店の売り上げを伸ばすために斬新なアイデアを次々と打ち出している。入荷したレコードを聴き、解説を手書きで添える。さらにランキングを作り店内に並べる。これが大当たり。買い物に敏感な若い客が我先にと借りていく。松浦の戦略は功を奏し、気づけば店は地域で一番の売り上げを叩き出していた。EXILE のリーダー、ヒロ。松浦の高校の後輩であり、貸しレコード店の常連客だ。当時からすごい音楽の知識がすごかったんで、もう僕ら高校生でいつも友達とかと言ってる時には、本当松浦さんの情報がすごいありがたかったっていうのはすごい印象に残ってますね。僕らもだからそういう、そういう音楽が聴ける場所だったり、そういう情報が、仕入れられる場所っていうのをすごい探してたんですけど、やっぱりその松浦さんのお店が一番詳しかったし、すごい結構最先端な情報がいっぱい入ってたんで、本当にその貸しレコードの店員さんというよりは、いろいろ教えてくれる音楽のすごい知識がある、すごい大先輩っていう、そういうイメージではありましたけど、はい。東京町田、ABEX はこの町の一角で産声を上げた。貸しレコード店での実績を買われた松浦は、知人から会社の共同経営を持ちかけられた。でもこの通りだな、あのホテルがあるんだから。仕事の内容は輸入版レコードの卸業、海外で買い付けた音楽をレンタル店や販売店に流通させる、うん、そのために松浦の音楽センスが必要とされたのである。ここだ、スカイパイスだ。18年か9年の時代ですね。だから正直こんな雪だったっけ、現象ですね、うん、数名の社員で始まった ABEX、 最初に構えた本社がこのマンションの6階にあった。不思議だなと思って見てた。なんでこの白鳥ちゃんだろう。久しぶりにその部屋を訪ねる。世界中から送られてくるレコードや CD、 その仕分け作業に毎日没頭した。レコードのどこくらい仕分けること1個もないんですけど、あれが何箱送られてそこに、ね、10箱10箱って、ね、まあ、ここの時は10、20ぐらいだと思う。それをここでみんなで梱包して開けて、どこどこに店を出してペコッて買うペコッて、ね、サーバー機器の書いて送るんですから、そうで、ここら辺で林とこが座ってこの辺でいいだったかな、なんか座り込んでレコード会社なんでやれたらいいよねって言ってたんですかね。この部屋で話取れて、レコード会社の中にしたらいいよねって、全くだからレコード会社ができるとは思ってもなかったわけですよ。若干24歳、大学生だった松浦の起業を後押ししたのは両親の援助だった。よく大学の時も何が出したなって言われるけど、そうかなと、逆に自分のその信頼できれば、もちろん自分の目が届く商売ですからね、見てればね、だから私はあれ見られないんだしね、ご存じで、ご存じでね、このまま結構うまくいっちゃったから、これが何でもなければこんな話になってないですよね。今のね、そんなこと言ったらなるかもないですよね、うん、出してもまだこっちも若かったし、まだ今の正人ぐらい、まだこう20若かったから、別に失敗してもまだ強くないから、その後また結構出した時には私はすごい嫌だったわよ。今度失敗したらいつまで持っていかれちゃうと思ったけど、周囲の不安をよそに松浦率いる ABEX は急成長を遂げる。そして本社は次第に大きくなっていった。暮らしの友町田営業所になったんですよ。地下にね、焼肉屋があったの。ここですね。そう、もうここに来た時はもう輸入卸で、日本で1,2,3には入ってましたね。わずか3年、輸入版卸業でトップクラスのセールスを打ち出す。そして松浦はさらなる夢の実現へと舵を切る。何やこれ、カーテンファクトリー、カーテン屋さんなんだ。
そうそう、ここです。ここが3番目。3番目。別にカーテン買いに来たわけじゃないんですよ。この場所に移転したとき、すでに社員は100名を超えていた。急速に拡大し続ける事業と向き合い、ひたすらに働き続けた時期。今後どこまでやるか分かんないんですけど、僕の作りは大体ですね、その辺ですね。で、今このドアを開けて、一番最初に開けるのは俺で、一番最後に閉めるのも俺だ。だからすごい早く来てました。8時とか9時とかにして、で11時とか12時までいましたからね。そして松浦は大きな賭けに打って出る。2社で CD を制作し始めたのである。失敗すれば倒産は免れない。スーパーユーロビートシリーズ、海外のダンスミュージックを集めたコンピレーションアルバムである。これが予想以上の反響を呼んだ。世はバブル絶頂期、マラジャやジュリアナ東京といったディスコが若者文化の中心になっていた。エイベックスは自由に乗りブレイクする。松浦はダンスブームの仕掛け人として一躍注目を集め、こうしたディスコサウンドは町田の小さなスタジオで作られていた。これは違うですよ。だって入ったってことはまだ何も入ってないってことなんですかね。ジュリアナで繰り返し流されていたあのフレーズも、この地下で松浦たちによって生み出されたのである。ここにね、スタジオがあったんですよ。電話ボックスみたいなボーカルブース で、そう、当時の機材としてもそのこれでいいのっていうような機材でしたけど、ここでジュリアナ東京が流行ってた時とか、ここですね、ユーロビート作ったりテクノ作ったり、もうどこの動画でしたけど。松浦にはさらなる野望があった。日本語によるダンスミュージックの制作、大衆音楽として広めることだった。その頃、小室哲哉と運命的な出会いをする。 TM ネットワークのリーダーとして一世を風靡していた小室、松浦たちは彼を口説き落とし、理想の音楽作りを託したのである。音楽第一弾ユニット TRF、 松浦が名付けたその名は哲哉小室レイブファクトリして実現するのが自分の仕事だとは言っていましたし、まあ、それが何て言うんだろうな、もうそれが本当に自分の、まあ、使命みたいな感じで動いていて、夜中の何時だろうと呼び出されても言っていたし、どんな時にトラブルが発生するか分かんない、それどうしても行けないというような状態でも駆けつけなきゃいけないっていうような、なんだろう、もうとにかく何を言ってもその小室さんが、一番っていう感じで。富と名声を得、次第に巨大な存在になっていた小室哲哉、やがて松浦のコントロールが効かない状態へと陥っていく。無理難題を押し付け、横暴な態度を取る小室、そしてエイベックスとの決別の時を迎えた。僕も僕でもういいんじゃないと、ゼロからやり直そうやって。でもその時小室さんが出てみたくなったら、うち売り上げ7割減るんですよ。で上場控えてたんですよ。それでも切ったんです。小室さん切ったというより小室さん側の提案喧嘩しちゃったもんだから、全部引き上げるよ、ここだったらやっていいよ、最悪の条件を押し付けた。でお断り、絶対茶飲むと思ったんでしょ。小室とたもとを分かったエイベックスは新たな船出をすることになったのである。
出版業界の風雲児、電動車社長の天井通り。松浦とは旧知の間柄である。ああやってくれ、こうやって松浦じゃなかったら絶対だろ。革新的な手法で数々のベストセラーを生み出してきた天井。松浦との出会いから今に至る関係を語り尽くす。俺のね、うん、俺の記憶だと、渋谷の松浦の隠れ家だっていうところに連れて行かれて、はいはい、で行ったらなんかもう自分の見たことのない空間で、そこの、まあ、コンダクターが松浦で、でなんか金髪のカツラかぶってなんかメガネかなんかして、で ABEX の社員が踊ってて、でいろんな曲を君がかけてた、うん、それが多分もう会った後ですよ、ね、なんで会った後じゃなければそこには来ないでしょ、まあ、そうなんで初めてあそこに来て天井さんが初めて来るのに僕でそんな文ちゃん騒ぎしてるわけじゃないじゃないですか。俺はねすごいなと思って、みんな金髪なんでね、カツラじゃなくて君以外あの男の社員で、それが全部 ABEX の社員だって聞いてびっくりしたもん。あのそういう会社でした当時、今もその名残ありますけど、多分それは何かのハロウィンじゃないと思いますけど、何かのパーティーなんですよ、きっと誕生日か何だかわからないけど、それの、余興をやってたんだと思いますよ、うん、毎日金髪かぶってないですかね。いやだからさ、俺あれはさ、かぶりショックを受けてさ、ああこういう風にしてだけどどんどんヒット作っているんだと思って感動したんだよ、うん、あのあれはその昼間の仕事の鬱憤晴らしでしかないんですけどね。あそうだった、僕にとっては、うん、でも見る人にとってはいろんな見方がされる。確かにそのあれだって正確に言うと渋谷区東なんです。そう東だった、後半のそばなんですけど、うん、まあカラオケボックスみたいなところで、だからそこにそのなんかこういう仕事してるか照明を入れたりして、でそうですね、ちょうどどっか行って飲んだりするとちょっと見られたり指を刺されたりしたような時期でしたから、うん、あまり誰にもその何も言われない場所で飲むスペースが欲しかったんですよね、うん、それであれを持ってたんですけど、持ってたんだね。でもこれだけの幅をね、まあ、昼間きっちり仕事してたのかもしれないけれども、夜ああいう風に文ちゃんさんにして、でそっから生まれてくるものっていっぱいあると思う、ね、で、あやっぱりこれだけの幅を持ってないとヒットなんて生まれてこないんだなと思ってちょっとショックだった、うん、で僕は昔からそのギャップ、そう振り幅、この間どんだけでかいかっていうことが非常にその重要で、うん、どんだけ振り幅があって真ん中で重心が取れてれば成立するわけじゃないですか、うん、そこが、まあ、崩れちゃうと倒れちゃうわけですから。いやでもいいセリフだね。だからね、両方に振り切ってるっていう時に一番そこはやっぱり見えないものであっても心の中だから風が起こってるわけですよ、ね、だから熱が起こったりエネルギーが出たりするわけですよ。そこに人が引きつけられる。だからその人の魅力とかエロチズムっていうのはそういうことだと思うね。心が動いてない人ってやっぱり人を引きつけられないんですよ。こっちに触れてこっちに触れて、で真ん中で何とか重心を取ってるっていう時に人が一番エロチックなんですよ。それがない人って少なくともクリエイティブな仕事はできないんですよ、まあ、決まらないですよね、うん、要するにこういう動きしかできない。そうそう、人がついてこないし、うん、何かを生み出す原動力にならないし、だから俺はね、不安でいっぱいだと、俺だってさ、不安でいっぱいなんだから、常に。僕の僕もな、常に切羽詰まるっていう、常にその自分の人間としての技量や何かの器がもういっぱいいっぱいになるじゃないですか、うん、でいっぱいいっぱいだから、それ頑張ってその、まあ、やばかりじゃないよ、またもっとでっかいところにしていかないといけないわけで、うん、そのためには、切羽詰まるってやっぱ苦労だとか、うん、いろんな辛いことだとかっていうことを、たくさん小さいことから始まって、大きなことをたくさんこなしていくから、うん、そういう、なんていうんですかね、自分の人間としての器が大きくなっていって、うん、まあ、いろんな大したことない、ことは簡単にこなせるようになっていくわけで、うん、だからもういつもギリギリっていう言葉とか切羽詰まるっていう言葉とか綱渡りとか、そういうところをこれね、一生行かなきゃいけないのかなと思ってゾッとするんですよ、うん、ゾッとするんだけども、でも見えないんですよ、ゴールが、うん、常に。でも着いたらまた先に乗る、うん、これね、退屈なのが一番嫌なのよ、うん、だから自分をなんかさらけ出したり切り刻んだりして差し出して初めてエンターテインメントできるというふうに思ってるわけで、うん、それがないやつと付き合えないでしょ。わ、うん、かります、全部さらけ出して見るんですよ、うん、自分をバーって何でもかんでも、うん、それでダメならダメなんですよ、うん、その人とは付き合えないから、うんうん、それをなんか人によってはそのなんかちょこっとずつ出してくる人とか、うん、なんか一瞬でありません、なんかそういう人で俺が3分で顔を会って話して、あこういう人と会う会わないっていうのは、で、まあ、昔よくした失敗っていうのは最初会って、あこの人と会わないなってちょっとなんかありそうだなっていうふうに思って、でも何回かってると、うん、ちょっとそこの部分がオブラートに包まれてきて、で分からなくなって付き合ってみて、最終的にはうまくいかなかったり失敗するんですけど、結局最初に思ったことが正しいんですよ、うん、それはほとんどそうですよ、うん、今 CD の売り上げは年々下降している。 CD 買うよりは借りるですよ、はい、CD 僕買ったことないですよ。ダウンロードはですね、ほとんど買わないですね。 CD だとレンタル買う、携帯のダウンロードが多いから、いや、そっちの方が早いかなって。ダウンロードです。CD は？CD だからないですね。お金がかかる。
年度別に CD やレコードの生産金額を見ると、ここ10年で急激に減少しているのがわかる。音楽の接し方が変わり始めているのである。こうなることは分かっていたことじゃないですか。僕の中では少なくとも僕らの中では売れなくなるのは間違いない。で、これから再び昔のように CD が売れ出すことも絶対にありえない。だけど音楽は減らないんですよ。なくならない。量も減らないでしょ。で、どういうふうにしていくのかっていうのは今一番わからない時なんですよ。そのメディア媒体になるそのものが CD からじゃあ何かに変わるのか、それともずっと CD なのか、ブルーレイになるのかならないのか、まあ、そういうことはできるけれども向いてるのか向いてないのか、うん、でもそういうもの自体がもう今の若い人たちのライフスタイルの中にはその必要ないのかなと。 CD みたいな車の中にね転がってると邪魔って感じだから、なんかレコード会社を僕はその変な意味ではなくて競合とかそういう風な思いあまりなくて、そんなこと言ってたらみんな死んじゃうんじゃないみたいな、本当に再編もあるんじゃないかなと思うし、その新しい音楽のその届け方みんなへの、それが僕ら今考えているものになったらいいなっていうレベルのところですけどね、まだ。そんな中、AX が新たなメディアとして目をつけたのが携帯電話。今や誰もが持っている身近なツールである。そこで携帯電話専用の放送局を開設。利用料金を支払い、好きなだけ番組を見られるシステムを作り上げた。内容はドラマから音楽まで多種多様。コンテンツは8ジャンル、25番組にも及ぶ。何やってんのかな、これ。さらに市場を東アジアへ拡大。日本人アーティストの人気が高い台湾でも AX の認知度は群を抜いている。 CD 店の棚の一角には専用コーナーがあり、ブルーのジャケットで埋め尽くされているのである。 AX 台湾、この他香港、北京にも会社を設立し市場拡大を狙っているのである。日本人アーティストの CD 販売だけではなく、現地アーティストの発掘、日本への逆輸入も視野に入れているという。いや、今度やってきてしまいました台湾。さあ、このおばあちゃん。まだやってんのかなこの人。もう作品はやってそうだけどね。みんなコミカルになっちゃったよ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。我觉得会长在棒的地方的话是他的演唱会上跟歌迷的互动都非常非常的好，我觉得这一点就是非常超过歌迷。但是就之前很多 DVD 看到歌迷的，但是现在说真的在现场刚看到他们感觉就很棒。还要再来哦，我们会等你，一定要来哦。東京原宿竹下通りの近くに AX アーティストアカデミー東京校がある。2001年に開校、歌手やダンサーなどの育成を手掛けている。ここはね、はい、要するに特待生ですよ。アカデミーには一般の受講生と授業料を免除される特待生がいる。最上階の教室では選ばれた若者たちがレッスンに励んでいる。AX のアーティストになりたいと願う彼ら。下は4歳から上は30歳までおよそ3000人が在籍。未来のアーティストを目指しているのである。まあ、自由にそのレッスンのスタイルを作れるっていうことの方が大きいです。別にこれを儲かるとか儲かんないとかそれはあんまり考えないですけど、だんだんね、その今までほとんどなかったんですけど、一般に入ってきてるエントリーっていうのは増えてる。はい、ほとんどがオーディションで撮って突然ここなんですよ。でもちゃんと授業料払ってきてる人が上がってくるのが満員から全然増えました。夢持ってくる人いっぱい。そうですね。だから
これ3階を目指すの階段を1個ずつもらって本当にまだ見なさいですね。でもこれはまだ3階ですからね。本当に行かなきゃいけないんですよ。2009年11月、年間30本以上に及んだ浜崎あゆみのアリーナツアーが最終公演を迎えた。延べおよそ30万人を動員。絶大な影響力を持つ女王、浜崎のライブには熱狂的なファンが集まる。松浦が会場に入る。映像や照明など最新の機器によって繰り広げられるパフォーマンス、その仕掛けも大きな見どころである。激太りしてその後ちょっと痩せたり、また小人みたいなやつ。10年前だからなんか激太りの前だよね。11年前太っちゃったんですよ。数年前だよ。新たなスターの発掘に全力を注いでいた松田。そんな時、一人の少女と出会う。ベルガーレも随分近いですね。で、カラオケ行って、で、歌う。君みたいな、今16歳ぐらいだったと思うんですけど、そんなにうまくはなかったんですよね。なんかでも、ビジュアル的にはなんか文句のつけようがないなって思ってて、で、まあ、当時まだ事務所に、前の事務所に入っていて、で、そこを辞めて、で、うちに来て1年ぐらいはレッスンだな、だから。そして、浜崎あゆみはファーストシングル、ポーカーフェイスでデビューする。細い。全然違うじゃん。すごい可愛らしかったよ、デビューチェンジ。さっきの何なの？ちょっと短くしたのかなって。骨格はちっちゃいんだろうね。自分で短くできるわけ。その浜崎に浜崎のポスターを貼って、自分でそのワゴンのね、ものすごいでっかいスピーカーがついてる車あるじゃないですか。ああいう友達のポスターに借りてきて、それを横田さんにそのこういうパネルをベタベタ貼って、ガンガンに浜崎の音をかけて、でセンター街走ってました。発売日のキャンペーンの時自分で運転してた。はい。俺はここまでやるんだって自分でも思いましたよね。全然違う。あ、でもなんか面影がある小人っぽい。そういう、やっぱ骨格ちっちゃいんだね。あんま気づかなかったけど、肩幅とか狭いもん。なんかミニじゃない、すごく。背もちっちゃいのかもしれない。でもこれ太ったら本当に小人みたいな。貸し切ったラウンジを装飾、浜崎用に染め上げ、最大級の賛辞を送るためである。松浦は華やかなパーティー会場から離れ、個室に。それでは、先日ですが、今までで一番長いですが、入場者はそんなよく頑張っています。途中で辛いこともいっぱいあったと思いますが、なんか業界を見た時にですね、10年間にとっていないんですよ、本当にない。それを本当にね、やり通してして、あとね、もうこんなことがぐちゃぐちゃだろ、きっと。もう厳しいだろ、きついだろ、もうデビューしたよ、なんか思ってるなってさ。まあ、ここまで来たんだから、もうとことん、ここまで行ってもらいたいなと思います。浜田さん、これからも、上手に行きます。そうです。反対。10年、10年。
苦楽を共にしてきた2人、浜崎は松浦のことを公表している。パートミー、パートミー。まあ幸せになってもらいたいよね。ここまでやっぱり KLX に関わっている人を幸せにしてくれた人だし、まあ悪くは苦労もさせた人だけど、まあいずれにしても KLX っていう会社にとってのものすごいな刺激を与えた人だな。まあ10年ちょっと一緒になってきて2人にしかわからないことがあるんですよ。それは、分からないんで、誰にも。だから、ここは、もう分かってもらいたいとも思わないし、分かるのは、あの子が帰ればいいし、あの子は全部分かってるんだよ。なぜ俺がここにいて、なぜあそこで喋ってるの、なぜ今ここにいるのか、全部分かってるし。電動車社長、現状トルトの対談。ものづくりの本質へと迫っていく。絶対に何か新しいことを言うと文句が言うし、あんなもんダメだとか、必ず攻撃になる。でもその攻撃よりも強いパワーを持ってそれを打ち倒して進んでいかないとヒットしないわけですよ。自分の欲望の果てに作ったものをどんなことがあってもマスに制御させるんだっていうこの意志というかさ、決意はすごいよな。俺いつもしたんだけど、俺あそこまでしないよ。いや、それはもう、そうですね、なんかいつもなんかレコーディアの時からそうですけど、なんでこんなに必死なんだろうって。それも最初アルバイトの稼ぎ声の頃は自分の店でもないわけですから、なんで俺はこの店のためにこんなに一生懸命自分の時間を削って寝る時間も惜しんで働いているんだろうって全く意味が分からない時期もありました。でも君がこの作品をヒットさせるんだって言った時のもうとんでもない人への人を巻き込んでいく吸引力ってのは、それはブワーッと回るからもうこう触ればもう血は出るし巻き込まれたことないできればね。だけどそこはもうそこまでやったらルール違反だよとかっていうルールなんかねえよそんなことにっていう君の声が聞こえるわけですね。それは君欲望に忠実なものすごい君の俺は、特徴だと思うよ。これだけ自分の作品を売るってことに対して欲望に忠実にやる人はいないよ。いや否定しないですし、否定はしないです。でそれが一番顕著だったのはやっぱり浜崎になったんですけど、やっぱりそこの成功事例があって、で、KLX が、大きくなっていって、でここまで来ちゃうとその強引さっていうものも消費者は見抜いちゃうんですよ、ああいうのと人は違って、だから僕が強引にやればやるほど逆効果もあるわけですね。日本で初めてのテレビ制作会社っていうのを作った、テレビマユニオンって会社を作った萩本春彦さんっていう人がいるんですよ。その人がもう亡くなっちゃったけど残した言葉で、全ての新しいもの、全ての美しいもの、全ての素晴らしいものはたった一人の人間の熱狂から始まるって言ってるんだよね。俺はね、君こそ本当にその言葉に当てはまるやつだと思う。君の熱狂から全てが始まってるで、ABEX はここまで来たの。だから社長やってるのは当たり前のことだし、それで辛いのも当たり前のことだし、そこからしか何も起こらないでしょ。いやー、ここまで褒められると褒めてないよ、迷惑だね。いやね、まあなんか自分でそうなのかなって勘違いを起こしてたもん。勘違いですよ。でもね、僕は何かのプロジェクトやるときに一人の松浦を入れろっていうふうに言うんです。松浦を入れろって俺だけは分かってるわけで、だから一人の熱狂を持ってる人間を入れろってことですよ、狂気じみたやつを入れろっていうことです。その一人の狂気じみたやつがいなかったらそのプロジェクトは成功しないと思う。だから全部そうです。映画だって分かります。表現するものに関わるビジネスは全部そうですよ。一人の狂気じみたやつを入れない限りダメなんですよ。アベレージでやったって、それからみんなの合意でやったって、素晴らしいもの、新しいもの、美しいものはできないのよ。だから一人の松浦を入れろって俺だけしか分かんない。これ見たの？いや自分で言うのもいいんですけど、あんまりいないと思いますよ。そうだよな。だって俺は変な人ばっかり見てきたのよ。もうそれはもう本当にびっくりするよ。だけどそいつらこそが本当に素晴らしいコンテンツを作る、新しい作品を作る、美しいものを作ると思うから、どんな苦労も厭わないでやってきたわけよ。その変な人をいっぱい見てきた、その人たち変な人こそが黄金のコンテンツを作る、それが俺が一番満足することなんだっていう、それを知ってるから全部やってきた、その俺がお前が一番変だよって言ったのが変なんだよ。すごい一番変なんでしょうね。あれはどうですか、新人をね、見つけるとき、育てるとき、それはもう自分の感覚を信じるしかないじゃない。あ、これは今世の中に流通してないチーム、うずもれてるけども、これは絶対に俺は感動した、これは面白いっていうところですよね。それしかないよ、思い込みしかない。だから、なんでこの人なんですかと人に聞かれると、そんなのこの人だと思うから、そうそう、だって言うねって言ったってないですよ、だからどうしてこっちの人は歌が上手くて、こっちの人は歌があんまり上手くないのにこっちの人なんですかって言われても、こっちの人だからこっちの人なんですよっていう以外の理由がないんですよ。僕にとってはこっちがいいと思っているわけで、だからいいと思うのじゃないところが一生懸命売る気にはとてもなれない、絶対なれないですよ。だからうちの社員とかであれば、うちの会社っていうのはやっぱりどっかトップダウン的なところが昔からあるから、
上からアーティストが怒ってくるスタイルなんですよ、うんうん、僕たちが決めてやれって怒として、うん、で僕らが指示して、うん、でも他のレコード会社から来た人間っていうのは自分たちが見つけて自分が見つけてきて育てて売ることに喜びを持っている人がうちの会社に来ると上からアーティストが降りてくるから、うん、全然なんていうんですかその自分が思ってたのと違うっていう人がいるんですよたまに、うん、でもだからその人に何を見つけられるの、うん、って時に何も見つけられないんですよ。そうそうだよ。だから君、いや君、まあ君でいいよ、君が圧倒的に優れてるんだからそれはトップ、たまたまそれはトップにいるんだけど、だトップダウンとは形としてはそうだけどトップダウンとはまた違うんですよ。でも全然じゃあ下の下っていう社員が見つけてきたアーティストをやりたいって言った時にダメって言ったことは一度もない、うん、それはそうでしょ。一度もないけれどもその代わりに一度も大ヒットしたこともない、うん、でもこれからもっとこいつはすげえなっていう社員が現れるかもしれないよ。本当それが出てきてくれないと、うん、僕の夢、うん、健二さんもいつか叶えたい自分の人生、うんうんうん、そういったものは下が育ってくれないと。そうだよね。どうしてもできない。でもね、表現を扱う会社がね、やっぱりね、一人のカリスマがね、いないとそれはダメですよ。ということは次のカリスマ的な人間が健二さんとに出てこなければダメだ、うん、と思う。だから本当はビジネスモデルとしては、永続的に続くビジネスモデルじゃない。そう1店舗出せば、売り上げがこれだけ上がって利益がこれだけ上がるとかそういうビジネスモデルじゃないんだからやっぱカリスマ必要なんですよ。そうでしょ。いやしてないというかマーケティングなのか。 ABEX グループホールディングス社長松浦雅人への密着取材。この後はラジオの収録である。この人のキャラクターで成り立つ商売なんだよな。スナックとかさまさにそのところだ。半年前からスタートしたレギュラー番組松浦のある日の記者の思いが人気を集めている。あの人がいるから行くっていう常連客で成り立ってるから、そういう個人商店というかそれと一緒なんだよね。どうも、エクスマツラです。製造業と違ってエンターテインメント仕事遊びや遊びが仕事、これまみそういうの大好きですね、うん、この人仕事何やってんのかなとか。俺もファミレス行くよ。大好きじゃないけど一人で変わりはねえな。あだけど、まあ、変だし、こうやって今こうテレビのカメラとか回ってるんじゃないですか。でそうすると松浦雅人とね、やっぱり顔とはやっぱり収集がどん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 増えていくでしょ、うん、でそうするとやっぱりそうしにくくなってきますよね。でもね、3日4日前ね、うん、また同じ六本木の吉野に行ったよ。マジで、うん、その時はじゃあ何食った何…いや、梅雨だけじゃない梅雨だけの進行全部食ってた。でその時、他に客いました。いた。でその他の客は松浦雅人であることに気づきました。気づかない。でね、これ気づいてるかでも分かんないじゃないですか。分かんないけど俺は食ってる時にちょっと向こう見てるかもしれないし、うん、あのね、1週間前だから、あの松浦さん取り次ぎ1人で行ったでしょ。何してんの取り次ぎ1人で行ったでしょ。いいじゃんだって焼き鳥屋のカウンターでさ。いやいや違う、ないじゃん。いいよ、俺それは悪いって全然言ってないじゃないですか、うん、そうじゃなくてやっぱりあの辛いだろうなっていう、まあ、話だから。それこそ秋葉原行ってプラプラしたいだろうし、本当は小室さんと行ってプラプラしたいだろうし、したいけど、道に面したカフェでカップル眺めながらどんな付き合いしてるのかなって、その想像も膨らませてるけど、それが見られてんのかな。そうなんだそうなんだよ。お疲れ様です。お疲れ様です。面白かったです。自分では全く全く言えないですよね。あの言いたいこと言ってるからじゃないですか。なるほど。あのほとんどカットされちゃうんですけど放送禁止をばっか日々多忙な松浦にも大切な家族がいる。妻と3人の子供たち。アキさんとは6年前に結婚した。教育熱心だと思います。多分そのあゆにそっくり。その受験とかもう全部主人がなんか、まあ、準備してくれたっていうか、いろいろ調べてきてくれたりして、私は言われたことをやるだけとか、なんか幼児教室を探してきてくれたり、習い事を習い事とかもピアノとかそういうのも先生を探してきてくれたりとか。照明がこっから立ってる。は、真面目ですね、やっぱり仕事に対してとか。真面目すぎてきっと悩むこととかも多いんやろうなって思ったり、うん、まあ、優しいとこかな。で、あとなんか面倒見がいい、いろんな人を、まあ、悪い面はああいう顔が好きなの。酔っ払いすぎるとこですかね。ちょっとこう悩んでるのかなみたいなことがあったりします。あります。なんか暗い、まあほとんど暗いんですけどもっと暗いみたいな、なんか元気ないなみたいな時とかありますけど、まあ、うん、別に何も聞かないです。聞いてもわからないんで。特になんかどうしたもんだとは私あんま言わないですね。言ってもいや実はこうこうこうでって言われたとこで私何も答えられないんで、うん、聞かない、そっと見守ってます、うん、社長という重責を担う松浦の姿を垣間見た日があった。結構年下なんじゃない。半期に一度行われる決算説明、
証券マンや投資家に現状の経営実績を報告しなければならない。それではただいまに2010年3月期中間決算説明会を開催させていただきます。音楽パッケージ生産金額が前年同期比 14% 減、音楽業界全体でのアルバムのミリオンセラーが一作という非常に厳しい市場環境でした。 CD を、どんどん売れというような指示を社員に、出すのはもはや、時代遅れではないかなというふうに考えておりまして、正しくは、マイベクスが得意をしてきたヒットや、ブームを作ると。だんだん人のこと裸の王様にしようとしているわけですよ、周りでしょうね。まあ、裸の王様にしようとしているというよりは、まあ、社長だからという。それに僕は逆に引っかかって黙るもんかっていうことを思っていないと、本当になっちゃいますし、やっぱり会社社員に来ると一番末端の声は入ってこないですから、いや、もしかしたら僕もどっかで裸なのかもしれないんですよ。裸の王様で自分は裸だと思ってないですから、ね、だから僕ももしかしたらどっかの部分では裸の王様の部分がきっとあるかもしれない。でもあったとしても、それをまあその考えるっていうか、そうじゃないか、そうなのか、自分はそうなのか、そうじゃないのか、考えるのと考えないじゃ全然違うと思うんで、少なくともそうだとしても、裸の王様だとしても、まあ、パンツぐらい履いてるようなぐらいじゃ痛いなと、最悪なって。自分で聞きに行けばいいんだよ、想像するんじゃなくて。この日は長い出張、5年間にいるのか、自分の頭で考えるんじゃなくて。それ僕よ、彼の様にいっぱいいるし、俺どう思って、それは末端にって聞き話しすりゃいいんだよ。ただ入ってこないんだったら、みんなほらいいことしか言ってくれないっていう、じゃあ辛いことも嫌なこともたくさんありましたけど、それを乗り越えて、でまた来ると思うんですよ、ちょっと厳しいことがね、話してあげれば。それでもなんか、やっぱり自分に前を割りたいと思っちゃうんですよ。違うと思ったら言ってくれって。みんなが気使うようになっちゃうってことなんじゃないか。日本商工会議所のセレブが催す全国研修会、その基調講演を依頼されたのである。日本全国の若い経営者たちに向けリーダー論を語ることになった。ベンチャー企業家の先駆けともいえる松浦、次世代を担う経営者たちの憧れの存在である。アルバイト先のオーナーの方がですね、ものすごくその僕の話を聞いてくれるんですね。要するにまだ二十歳そこそこの学生で、何の商売もやってるわけでもないのに、うん、もう店のことをもっとこういうふうにした方がいいんじゃないか、ああいうふうにした方がいいんじゃないかということを、その店長、社長ですね、オーナーの方にと目を乱々とさせて僕の話をすごい聞いてくれるわけです。振り返ってみると、逆に今自分の立場がちょうど45くらいですね、その方が。はいはい、今二十歳 の例えば会社のアルバイトや、それとそういったこの話をああいうように今聞けてるのかなっていうのを、今話してながら感じましたね。公園の合間を縫って写真撮影に出かけた。松浦は常にカメラを持ち歩いている。レンズを向けている間は無心になれるからだ。桜と紅葉は決まりそう。でも水が一番面白い。滝とか。人は嫌だ。人を追ってる商売だから。時代を挑発し熱狂を想像し続けてきた松浦雅人。47年の半生を全速力で駆け抜けてきた。失敗を恐れることはないのかと尋ねると、もともと何もなかったからと笑って答えた。密着取材最終日、撮影スタッフと打ち上げを行った。松浦は泥酔した自分の姿もカメラの前にさらけ出したいという。それから分かる。正直こういう密着取材にされて、どういう物語ない、物足りないんですか。話したり、どんな変動する話したりないですか。だって絶対俺のこと本当に分かってはいないと思う。プライベートも含めても焦ってないから。まあそうですね。だってそれも全て分かった上じゃないと分からないことがいっぱいあるわけですよ。どうなるのか楽しみだな。いやー、俺やっぱこう出会いってすごい大事なんだと思うんで、たくさんの出会いを本当にしっかり大切にして、
自分のこう思ったことを一生懸命追求していけば、きっとこうそれが自分の夢が叶わなくてもまた新しい可能性を生んでくれると思うんで、やっぱりこう一生懸命何事にもこうやる姿っていうことが絶対生きてる意味を確実に将来感じさせてくれると思うんで、一生懸命自分の思いをこう突き詰めて、思いやりを持って出会いを大切に、頑張ってください。したら必ず、自分の思った、ところに行き着くようなそういう気がするんで、はい、頑張ってください。とにかく自分の好きなものがあったら誰にも負けないほどそれを好きになって、調べまくって時間を使いまくって熱中できるっていう、本当大学生ぐらいの時の時間しかないんで、その時に本当に自分の好きなものをとことん突き詰めるっていうのが一番、将来役に立つことになるんじゃないのかなと。ほとんど僕は勉強しないで楽器自体音楽を聴いたりっていうことに熱中していたんで、その熱中度合いがやっぱり尋常じゃなかったんで、エベックスみたいな会社ができた。この番組はレモングループとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。終わり。なんか。ごちそうさまでした。皆さんご視聴ありがとうございました。 ABX の松浦氏でした。それではまた明日。おやすみなさい。